ラーズがディズニーシー激混みの中どれぐらいじゃあ実際にアトラクション乗れるか検証してきたということで、我らがコビリンに、コビリンありがとう、はい、その取る、はい、プライオリティのアトラクション、はい、レイジングスピリットでございます。はい、そうです。インディジョンズアドベンチャークリスタルサイドの魔球に、はい、並びに来ました。ちゃんと90分ぐらいかかってますね。アラビアンコースとかで、はいはい、ちょっと軽いもの一瞬でしたね。一瞬でしたね。でマジックランプシアターも、うん、もうすぐに乗り込める時間帯にもう多分なってるんじゃないかなと思うんで、効率いいね。効率しかよくない。効率がいい。ここから見ても素人芸。じゃあボートディスカバリーを次はちょっとこう、はい、制覇やないけど行きましょう。行きますか今度は。はい、いやー、君がどうも、ニョキニョキましたね。ニョキニョキ現れました。シーですからね。ああ、それこそ海のあれギャングと言われるグー、あのウツボさんです。ウツボでございます。どうも。なるほど、はい。海のギャングのウツボがやってまいりましたら、はい、なんと。ポートディスカバリーでございます。ポートディスカバリー来ました。ポートディスカバリーといえばね、やっぱり未来と過去をつなぐ。はいはいはい、未来と過去をつなぐ、はいはいはい、昔でしたっけ。そんな感じでしたね。でしたよね、はい、え、過去ですか、ま、いやいや、未来のお話ですね。そうですよね、はい、だからこの、はい、赤これは、はい、レッドカーペットを意識していると。あ、そうなんですね。はい、そうですね。うんちくいいですね。ありがとうございます、はい、まあ、何からいく。シーライダーやない。やっぱり、うん、俺もシーライダーかと思ってたって思った、はい。ということで、はい、シーライダー行ってアクアトピアっていうもうポンポンで終わらしちゃって、そうね。で今日はエレクル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 エレクえちょっとね、エレキレットえちょっとね、エレクエレクトレックエレクトリック全然違う。え、全然違うし下短エレクトリックレールウェイが今日は休みなんですよ、はいはい、休みなんや、はい、最近ずっと休んでないなんか。確かにね。それで雨降る来たかったけどね。そう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 。じゃあちょっとあれやと思う、あの石炭が切れてないと思う。石炭が切れたならば代わりに罪にを燃やしじゃ、でも、今のこの世の中さ、はい、罪にを燃やすわけにはいきません。罪には、はいはい、はい、だから休止中です。なるほどね。はい、お後がよろしいようで。ということで、はい、はい、じゃあシーライダーの方に、はい、乗っていきたいと思います。はい、レッツゴー。シーライダーですね。はい、次はアクアトピアの方に乗っていきたいということで、はい、はい、こちらはね、はい、乗ってる風景までちゃんとお届けできればと。あ、そうですね、うん、はい、じゃあ乗っていきますか、はい、ほら、じゃあびしょびしょになっていきます。レッツゴー。はい、やってきました。アクアトピアです。アクアトピア乗ってますもんすでに、はいはい、やっぱね、携帯をこうやってやっぱみんな撮ると思うんですよ、うん、撮ると思うんですけど、やっぱ落として、うん、よく止まってるのをお目にかかります、はいはい、やはりあの指のやつとかね、そうそうそう、しっかりアイドルで落ちるようにしてもらってしてね、気をつけてもらって、はい、っていう感じでね、はい、楽しんでおりますよ、はい、大人が乗ると、うん、ちょっとこう楽しくないのかなって思われたらいかんけん、はい、俺らが楽しまないかんと思う。うわー、うわー、これね、夏休みに今のところからザシャーかかってますから、あれ結構いいよね、あれマジでいく。いつか、いつか、終了でございます。終了でございます。はい、ということで、はい、アクアトピアに乗ってまいりました。楽しかったですね。楽しかったですね。びしょびしょですね。びしょびしょですよ。もう見て、え、うおびしょびしょですよ、はい、ということでアクアトピア、はい、お疲れ様でした、はい、どれぐらい乗ってます？ね、うん、
今乗車数ですか？うん、乗車数。乗車数で言えば、はい、今のポアクアトピアを含めて、はいはい、大体7個ぐらいですね、今。7個。7個です。大体はどういうことでしょうか？ざっくり。ざっくり。大体7個ですね。数えて何大体はざっくりですね。1、2、3、4、5、6、7。大体7個です。大体7個です。7個ですね。はい、に乗ってまして。はい、まあ、いい感じやね。今だいたい15時半ですもん。15時半で、まあ半日ですよ。9時オープンで半日、はい、あ、それはだいたいはつくんで大丈夫。あ、これはもうだいたい半日ですよ。あ、はいはい、なんですけど、はい、で乗ってるアトラクションがだいたい7個なんですよ。だいたい7個ですね。はい、で考えたら半日にだいたい7個乗れると。7個乗れる、はい、ってことは、ね、はい、結構いいペースです。いいペース、いいペース。まあ乗り方次第ではあるんですけど、いい、僕このペースでいけば、まあ、10個超えするよね。乗っちゃうよねっていう話です。結構でもフードもさ、ちょいちょい食べながらやし。そうそうそう、結構いい感じ、ね、いい感じ、うん、次はですね、はい、ここで一回、うん、大きな乗り物に行きたいなと思ってんすよ。そうね、結構細かいのポンポンポン乗ったよ、うん、確かに確かに。だからここでちょっと一発気合い入れて並ぶ、うん、そうね、はい、ちょっと大きいの乗らんとね。ということで、はいはいはい、次はミステアリミステ…ちょっとな、ミステアリ…ちょっと、うん、ミステリアスやね、うん、ミステリアスアイランドに。おお、言えましたね。よかったよかった。あと何時間かかるかな思って。ミステリアスアイランドに行きたいと思います。いや、よかったよかった。あ、言えた。ミステリアスアイランド。あ、言えてますね。素晴らしい、安心しました。私1週間半は覚悟しましたから俺このミステリアスアイランド言うのに。センターオブジアース行きますか、ついに並びたいなと。こちらが今大体多分さっき見た時は100分ぐらい。まあまあ100分やったらまだ今も見てる感じ、まあ、今少ない感じやんね。さっき130分とか見てたんで、今いい実感かもしれない。かもしれへん。じゃあ行きましょうか、うん、ミステリアスアイランドに。レッツゴー。ミステリアスアイランド、はい、に到着いたしまして、はい、センターオブジアス前にやってまいりました、はい、いらっしゃいませということで発表しちゃってください。なんと待ち時間、110分です、はいはい、バンバンですね、はい、110分待ち。ここまで来てもね、でね、まあ向こうももうこんなな、やめへんやめたい、うん、俺もやめよ、うん、俺もマジでやめたいなと思った、うん、ぐらいこれすごいよ熱が、うん、今から110分間、はい、ちょっと並んで、耐久レース、はい、頑張っていきたいと思います。ということでレッツゴー。急にだいぶ飛んだと思うけど疲れのピークが来ておりました。立って寝てました、はい、すいませんでした、はい、ということで動画撮って全然撮ってなかったけど、ね、撮ってなかったね。で、乗り場を乗り終わりました、はい、で乗車時間を含めたら、そうね、まあ、2時間ぐらいかかりました、はい、ということで、はい、外もすっかり暗くなってますよと、はい、なんかそうなんかね、異変がね、なんか様子がおかしいぞ。そうあれあれって、みんなんかを持ってるんですよ、みんなこうやって、はい、雨降ってるんだ雨降ってる時に並びたかったじゃん。で、そうなるよね、うん、本来は予定ではコビリン の、うん、送ってくれた予定表では、はいはい、この後にアメリカウォーターフロントの側を攻めてくださいと、うん、攻めに行って、はい、あで、まあ、流れを先に言うと、うんうん、今からゴンドラ行って、はいはいはい、でゴンドラ終わったら、うんうん、タートルトーク行って、はいはい、でファーストパスじゃないわ、何だっけ、プライオリティでね取ってるんで、はい、タートルトークね、はい、でそれ終わったらちょうどビリーブが始まるんですね。始まってるので、その時にタワテラを乗ってください。なるほど、もうここからアヤフロを攻めまくると、はい、そう、はい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 。で、まあ、あとはそれだけで、その間にまあご飯食べたり、うんうんうん、その後にご飯食べたり、うんうん、あとみたいな感じで間にご飯も入れつつみたいな。ああ、なるほどね。完璧な流れを提案してくれたんですよ。ありがとう、ごめんね。でも雨でちょっとどうなるか分からへんくなってきた。ちょっとゴンドラ怪しくない？怪しいけど、やっぱ一回行ってみよう。一回ね、ゴンドラの方に行って雨の様子とか伺いながら。そうね、とりあえずじゃあゴンドラの方へ。Let's go、はい、ということで、着きました。なんとゴンドラの前です。雨が止んできました、はい、いや、これはもうお恵みですよ。いやいや、俺マジでそう思う。 ね、センターオブジアス乗り終わって、うん、雨降ってる。うわ、でも俺らは諦めんかった。そう、ゴンドラに乗り行こう、うん、ゴンドラに乗り行こうと。絶対いい、俺ら諦めてダメだって。
行ったら絶対に乗れるはずだ。そうこの気持ちを受けんじゃねえと。雨なんて恵みの雨やと思えばいい。 そんなもん捨て払ってやれと。そうそうそう捨てたらあかん。そう雨なんかも気にすんなと。気にすんなと。行ってしまったらどうにかなる。恵みの雨やと。俺らは絶対にそんなもんに負けるわけがない。大根やね。大根が葉っぱが雨が必要や。なるほどね。ああじゃあ俺はあなたの土になる。俺はじゃあ微生物になる。ありがとうございます。お後がよろしいようでっていうことなんですよ、はい、つまり誰が言いたかったっていうことなんですけど、はいはい、ゴンドラ、はい、目の前で、はい、休止となりました。休止というかまあ案内中止、あの一時中止ね。 あのビリーブに合わせたなんで、はい、まあ、うん、再開が8時半ぐらいになるっていうのね、まあ、そうね、うん、2時間から2時間半ごと、はい、まあもう無理ですよと、はい、って言われてるのもあって、はい、なんで、うん、もう諦めましょう、はい、あ惜しかったね、うん、でも、うん、この時間にちょうどご飯食べればいいんよ、うん、しっかりとしたご飯ね、うん、あ確かに確かに、はい、これそういうこと？そう、本当のさ恵み、これこそが恵みです。全て恵みの恵みがつながって、はい、恵みですね。恵みです。恵みさんです、はい、どこ行きます？俺は行きたいのは、うん、アリ。いやな、ポルトフィーノやろ。違う。あ、違う。うん、ポルトフィーノ。発音の問題やった。そう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 。違うの発音だけやった。うん、ポルトフィーノに。あ、取ったやん、レストランは。うん、アリ。ポルトフィーノの俺、うん、ロッ。あ、ロッツリーチキン。お違う違う、ロティサリーテーケン。そうそうですね。お後がよろしいようで。じゃあもう合致したんで、はいはい、ポルトフィーノの方にじゃあ、はい、行きたいと思います、はい、ではレッツゴー。むしゃむしゃ。カフェポルトフィーノでですね、はいはい、そこで、うん、頼みましたのは、まあ、意思疎通してましたよ、はい、ロティサリーチキンと言いたかったんですよ。はい、言いたかった。言いたかったね、うん、しかし、なかった。なくなってました ね、 そうね。ロティサリーチキンがなくなってました、はい、ということでこちら頼みましたのは、はい、ローストチキンです、はい。まあ、どう違うかちょっといまいちわからんけど、そうそうそう、見た目はちょっと違う。ちょっと違うよね、うんうん、ハーフポーションとかフルポーションとかあったのがなくなって、うん、もうローストチキンです、これが、はいはい、ローストチキン1個って感じ、うん、で、結構いいサイズですよ、はい、ボリーミーで。この雰囲気最高ですね。最高やね。よかった。いや、ほんとね、ゴンドラ諦めてこうやってここで来れるやん。なんかゆっくりなんかやっとできたっていう感じもあるね、うん、そう、そうやね、今日一日長かったし、いろいろ動き回ったしさ、ね、このメディテレニアンハーバー、うん、あんま楽しんでなかったね、今日。確かにね、うん、ほぼ向こうの方で、まあ、ワーキャーワーキャーしてたもんね。だからこの時間帯に、綺麗な時間帯にこの雰囲気、この音楽、うん、この匂い、匂い、そしてこのチキンを味わえるっていうのは、いや、これも効率の1個じゃないですか、ディズニーを楽しむための。ほんまやね。これがないと、だってご飯食べず植えながら楽しめますか。食べません。いや、無理です、うん、効率いいわ。効率いいな、うん、ずっと効率いいわ。効率いいということで、はい、いただいちゃってください。はい、いただきます。この汁がやばいねんな。ね、そうそう、肉汁がもう、肉汁が。じゃあこの桃のとこ、真ん中から、おいしいところからいくね。1800円やからね。リアルやね。1800円の1800円のチキンです。はい、行きましょう。うっせやん。うん、イメージと違う味やねんや、まず。え、マジで、で、それがまたうまいねん。そんな口に入れた瞬間ってなるん、うん、おーってなんで。マジでこっちで来たみたいな。でもうまいって。そんな早く来ますか。食べてみて。そんな早いや、そういう嘘はあかんと。うん、嘘だけだね、俺ら。いや、待って、うん、違ったね、うん、じゃあリアル行くわ。テリッテリだね。あー、なるほどね。じゃあちょっと、うん、いただきます。え、やろ。なるほどね。でもめっちゃうまいやろ。めっちゃうまい。でも全然思っとったんと違う。マジで違う。やろ。どういうこと？なんかで、皆さんじゃこれ見てどうイメージしますか？そう、そうやね。肉の旨み、そう、ジューシーさ、わかります？甘そう。やろ？エレキみたいな。違います。出てきた答えは酸味でした。なんかレモン風味みたいな。そうそうそう。なんかレモン焼きみたいな、よく分からんけど、うん、いや、でも本当そんな感じ。なんか、うん、レモンとオリーブオイル、そう、オリーブの風味がすごいきて、でも、うん、
うまいね。うまい。ちゃんと塩味もあって、酸味と塩味のいいコラボレーションというか。どっちがうまいの？ロティサリー。いや、俺こっちの方が好きかも。ワンちゃん俺もそうかもしれん。こっちの方が味が濃い。そう。あ、サラダもうまい。サラダが合うわこれ。ポテトじゃないわやっぱ。どういうこと？あ、これは結構うまいわ。うん、これマジでうまい。大当たりですね。ということで、あの美味しいご飯をカフェポルトフィーノでチキンを食べて、はいはい、次タートルトークですよ、はい、までちょっと休ますよ、はい、頑張った分ね、はい、はい、ということでいただいていきたいと思います、はい、よいしょーよっこいしょーということで、そーらんごちそうさまねーねせーしたごちそうさまでした。ごちそうさまです。ローストチキン、めっちゃ、めっちゃうまかった。これね、あの本当に美味しかったんで、そう、マジでおすすめ。ちょっと酸っぱいんで、うん、酸っぱい系嫌いな人はね、まあちょっとあれかもしれない。かもしれんけど、でも、うん、めちゃくちゃうまい。そう、我々はめちゃくちゃ美味しくって、もうペロリンチョです。はい、はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今からですね、はい、とりあえず先ほどね、はい、あの撮っておいたタートルトーク、はい、タートルトーク、こちらを乗りに行きたいと思います、はい、で乗り終わって、うん、ビリーブ狙いで、はい、スクであろう、はい、アトラクション、はい、にこうなってきたらさ、うん、タワテラかソアリってこと。そう、俺もそう。今のところ同じ待ち時間。そう、今のところね、タワテラとソアリ100分100分で一緒なんです、うん、だからタートルトーク乗り終わった後に、うん、まあ待ち時間の様子見て、うん、ちょっと並び行こうか。 そう、ね、それを狙いで、うん、行けますか。はい、行けます。ではレッツシンキングタイムアテンションプリーズ。あ、着地を見失ったぞ。どうする、着地を見オープンザ社会の窓、オープンザ社会のウィンドウ、はい。いや無理やろ。え、無理、落ちてない。うん、いけた思った、うん、落ちたかと思った。落ちそうな、落ちそうな、落ちそうなんけど、もう落ち、強制的に落とさんの無理やから、はい、落とそうということで、はい、行きましょう。レッツゴー。タートルトークでございます、はい、ということで、こちらに今から乗っていくんですけども、うん、プレミアムアクセス、アクセスですを取っておいたので、はい、今からさっと並びに行きたいと思います、はい、美しいですね、はい、コロンビア語が綺麗ですよ。綺麗、ではその中にさ突っ切っていきましょうか。はい、はい、ということでタートルトーク、レッツゴー。誰もいません、意味なかったね、はい、意味なかったね、うん、てか誰もおらんな、うん、タイミング悪かった。確かにみんな他に並び始めと思うんで、あのビリーブってやつに、あタイミング、まあまあでもいいでしょ、いいよいいよ、うん、タートルトークこの人数だけとかやったらめっちゃおもろいよ。逆にレアよね、うん、そんな俺見たことないかもしれない、ね、ということで、はい、じゃあタートルトーク、これ中って撮っていいんやったっけ。あ、撮ってたね、液晶を使えへんかったな、話やったら OK な、あ、OKOK、OK OK、じゃあ早速中に入っていきたいと思います、はい、レッツピヨピヨタートル、クラッシュ。その通り、皆さんさすがですね。クラッシュは人間のことを知りたくて、私たちの話を聞きにやってきます。皆さんもクラッシュに海の世界について何でも聞くことができます。うおーって答えてくださいね。ではやってみましょう。もう一度小さいことで。おーおー、皆さん、最高です。いよいよ入ります。いよいよです。こんにちは、こんにちは。すげー、お前たち最高だ。おーおー、ちょっと待ってくれよ。俺たちウミガメの挨拶すんげー上手なやついたぜ。口の周りに苔が生えてる男性だ。めちゃくちゃかっこいいな。名前を教えて。カツロウです。カツロウ、渋い名前だぜ。ウミガメの挨拶すげえ上手だったんだよな。だからさ、前の方にいる子供たちにお手本を見せてやってほしいんだ。カツロウに注目だぜ。準備はいいかい。行くぞカツロウ、最高だー。わー、やるじゃないか、みんな拍手だ。
マツロヒレがしなやかに上がってたぜ。泳げるやつはヒレを高く上げてくれ。どうだい泳げるやつ。そうだな。あ、じゃあガイドさん、後ろの真ん中の3列目の通路から2番目だな。白い甲羅の女性と話をしてみようかな。いや、こんにちは。こんにちは。便秘はどう治りますか。便秘は治りますか。難しい質問だな。俺あんまりそういうことないからな。あ、だからさ、君もそこに行ったらさ、便秘が治るかもしれないぜ。行ってみてくれな。みんな励ましの口だ。はい、ということで、はい、タートルトーク乗り終わりました。とても楽しかったです。で、ごめんなさい、はい、バタバタなんですけど、はい、今なんかビリーブが始まって、はい、なんとソアリンが75分まで落ちてます、はい、なんでちょっともうダッシュで今からソアリンに走ったか走らんよ、うん、歩きで、はい、ダッシュで行きたいと思います、はい、ということでソアリンへレッツゴーフライフライフライ。はい、ということでソアリン並んでます。はい、無事にソアリンに並べ切って、はい、まあ、75分待ちかな。そう、うんうん、でもさ、はい、並びながらさ、うん、ビリーブ見れんの。そうなんよって考えたらさ、なんか実質ビリーブ始まる時に瞬間に並んだらいいんちゃう。そうそうそう、そしたら見ながら、うん、ここは外なんで並ぶところが、そうそうそう、楽しみながら待ってます。そうそうそう、そう最高、うん、ということで今こちらビリーブが合ってる最中でございます。はい、はい、ということで、はい、キスしたいです。キスしたいですね、はい、キスガールですよ、はい、はい、ということでこれを見ながら、うん、ソアリン並んでいこうか。はい、見ていこう、見ながら並んでいこう。そうしよう、うん、皆さんどうぞ。もうさ、完璧じゃない今日結構。完璧よ。混雑の割にはさ、結構がっつり楽しめてない。いや結構ガツガツ楽しんでる。ホビリンプレゼンツのこの楽しみ方すごくない？すごいよね。うん。アトラクションも乗れて。そうそうそう。まあ、ということでね。はい。まあじゃあ一旦じゃあソワリンを、はい、楽しんでいきましょう。最後に楽しんでいきましょう。はい、また中に入ったら撮ります。そうね。オッケー。はい、じゃあ乗っていきたいと思います。レッツゴー。はい、ということで、やっと中に入ってきました、はい、やっと中入ってきました。雨が結構降って、雨がマジで、うん、結構降って、なんとってことはもうこれ外していい？もういいよ。うん、やばいよ。泥団子ドロドロ、はい、泥団子をツルンツルンで磨いて入って渡された気分に。そこだけマジ待ってた。はい、ということで、まあ、無事に中入りましたよと、まあ、全然話入ってこんかもしれんけど、あと何分ぐらいやろ中に入ったら。あと10分15分ぐらいか。いや、ちゃうの、なわけないや。20分、30分あるんじゃない。そんぐらいあるか、うん、はい、パレードも見て花火も上がって、うん、もうこれなり終わったら終了です、はい、今回は。ということで最後のアトラクションなんで、はい、もう思いっきり楽しんでいきましょう。はい、はい、世界をフライトしていきます。え、こんだけ、こんだけ人枯れた。皆さんにご挨拶して、ファンタスティックフライトミュージアムにようこそ。そうね、ここにいる皆さんは夢を見ることが好きそうよ。私の夢を多くの人と分かち合いたいと思いました。そんな思いを胸に、私は世界中の科学者や芸術家たちと協力し、それでは素晴らしい空の旅、ファンタスティックフライトを楽しんできてくださいね。ボンビアちゃん。いや、これね、あれや、あの、わからん、
どんだけ近くで見てもわからない。そのまましばらくお待ちください。この特別展では空を飛ぶことをお楽しみください。ということでね、ついに来ましたよ、はい、ここまでついに来ました。まあ、なんか贅沢にもね、こんだけ人が少ない中の、見ることができました。あ、来ました。じゃあどこの場所になれるのかね。そうね、はい、じゃあラストアトラクション、はい、楽しんでいきたいと思います。レッツゴー、ホワイト。はい、ということで、ソワリー乗っていきました。はい。いや、もう、なんかね、一日の終わりに世界をフライトしちゃって。そうね。いや、なんていい終わり方。めちゃくちゃいい締め。ね、マジでいい締め。で、もう、はい、時間的に、はい、もう過ぎてるんですよ、実は9時。何分？なんで、9時2分です。はい、はい、なんで、まあ、ちょっと急いで出ましょう。はい、はい、はい、ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でございました、はい、ということで、はい、無事1日ね楽しんできましたけども、繁忙期ディズニーシーを、はい、どうでした。いや、ね、やっぱね、コビニーありがとう。あ、それ、ほんまそれ本当にね、うん、多分俺らやったら、うん、全然ね、どうするあれ行くどうしようどうしようで、多分そんなアトラクションも、うん、多分乗れとらんかったと思う、正直、うんうん、込み具合的に、うん、結果言うと、うん、10個乗りました。うお、10個乗った。アトラクションに。すごい。しかも、うん、うちソワリンとかさ、うん、センターオブジアス、うんうんうん、てかインディーとかもさ乗ってるしね。そうやし、タワテラは乗らへんかったけど、タワテラはちょっと乗らへんかったけど、人気どころは結構乗れ て、ね、うん、しかも他だけトータル10個、うんうん、乗れて、しかもさ、レストランもちゃんと行ったし、そう行った、軽食も何個か食べたし、食べた、しかもパレードも見れたし、ね、見れた、うん、それもソワリン並びながら、そう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 、一石二鳥で。いや、やっぱね、うん、思ったのが、うん、コビリンが提案してくれた計画があったから、あったあった、うん、それで迷うことがなかったや。どうする、っどっちする、あっちする、そうそうそう、でもゴーちゃんでもあやちゃんみたいな、そうそうそう、じゃあ決めて、もう無理、もういい、うん、もうやめようや、なかったら、もうや、うん、もうそうしようやっていうのがね。それが多分一番良かったじゃん。そうそうそう、いや、うん、マジで止まらんかった。繁忙期に行くときはやっぱり何かの計画、そうね、まあ、YouTuber いろいろいるね、ディズニー YouTuber いっぱいいるんで、うん、のやってる計画を真似すんのもいいんちゃうかなと。ありやね、まあ、なんかルートをね、ある程度決めるというか。そうで、特に、うん、なんかまあこんなこと言うとあれですけど、はい、まあ、僕たちこう撮ってる時間とかもあるじゃないですか。あ、そうね、うんうん、でも皆さんはまあもちろん撮らずに、うんうん、まあ、決めたルートの通り行けば、下手したらこれより、うん、そう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 、あと1個2個ぐらい乗れるかもね。多く乗れると思うんですよ、うんうん、だから全然繁忙期ディズニーで、はい、もう十分、全然、うん、結果繁忙期ディズニー楽しめたってことですよね。そうそうそう、ちゃんと楽しめました。ちゃんと楽しめた、うん、ちゃんと疲れてますよ。おう、うん、疲れてる。めっちゃ疲れてる。めっちゃ楽しかったけど、めっちゃ疲れてるぐらい。いや、もうこれはさすがコビリンですよ、はい、ありがとうございました。繁忙期はさ、今だけじゃなくてさ、いる至る所に出てくるやん。そうね、うん、だから、うん、今だけじゃなく、いろんな時の繁忙期にも役立ってくる。確かに確かに。ただ嬉しいな。嬉しいね。俺らが言うのがおこがましい。おこがましいけどね。おこがましいけど、コビリンの意見を参考にして、俺らが実証しただけやから。そう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 。だからコビリンのインスタをご覧ください。なんかはい、まあ、ということでね、はい、楽しかった、はい、繁忙期ディズニーありがとうございました。全然楽しめます、はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう、はい、ホープビランズ、いや、カメラズでした。またねー、さしゃり。最後決まったな。決まったな。